怖い、死ぬ気がする。さよならみんな。ごめん。インパ。はい、全部来る今日。水色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 外しました。はい。行ける。よかった。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様です。そうか、連携して。お疲れ様です。お疲れ様です。連携全員お願いします。連携連携。あー、いけ。連携連携連携。あれ、押してるのに。お疲れ様です。できた。連携時、連携時、連携時、できれいじ、連携時、できれいじ、なんかスペレっぽい、まされいじ、できれいじじゃないれいじ、オッケーじです。あ、ほんまや、申し訳ないれいじ、これできない、なんで、あ、切れそう、切れそう、れいじ、切れそうって言ってしまった、切れそう、ああ、誰だ、これじゃ、入れてますね、これ、ナイス、誰ですか、入れた人ナイス、二票れいじ、誰、ジャヤさん。俺レイジ。ああ、なくなった。いや、2手目宿舎はちょっと浅いな。別の場所開けばよかった。浅いムーブしちゃった。おい、ナイス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 ナイなぜその心はその心は電気室でさ、やっぱ助け合ってる人って印象良くないですか、あのポッドマイスで。いやいやいや、必死こいてる。トータさんならやりかねんすよ。そうないもんな、そうよな。ヒーローでしょ、そこ。早っ。そこヒーローでしょ。早っ。あれで助け技巧でしょ。くる手のひら。怪しい人がいるんですけど、いいですか。お、誰だ、誰だ。咲夜さん。あ。扉開けずにキルタイム貯めてましたね、ずっと。どこでですか。シャワールームで。シャワールームのアメインホールのアーカイブの扉の前でずっとチーズして、それはタオル入れてました。わあ、かっこいい。おお、ロンパロンパ。はい、ロンパ。スキップしろ。スキップしてもらって、ぶっ飛ばすぞ。外したと。帰れ。ぶっ飛ばすぞ。帰れ帰れ。自動メンボ。そうですね。はい、タスク終わらせてもらってね。ナイス。え、タスクもする。チン。ダウンロードの場所を見極めましょう。どっかわかんねえ。スーパーチャットありがてー、ありがとうございます。プロ、ここはやりません。ダウンロードの時にやろう。アーカイブか。うん、黒水色、怖い、死ぬ気がする。さよならみんな、ごめん。よかった。黒水色、白黄緑、黒水色、白黄緑、黒水色、白黄緑。うまくね。黒水色、白黄緑。
しの気に取り。そうしの気に取り。うわ。まあ。マジか。ピカクロスさんがメインホール、除染って言えばいいのかな。除染のところ、体きれいにするとこ。ちょっと前に見ましたね、電気室から上に上がってくピカさん見ました。あ、上ね、電気室で中のアルマ、夏目、ピカクロさん、うん、3人は一緒になりました。で、その後に自分はメインホール、シャワールーム、アーカイブっていう順序なんですけど、先端さんがシャワー室にいましたよね。はい。なんで、夏目先生目線、ピカさんに関しては僕は白を出せるけど、夏目先生は容疑者1だと思います。はい。いやでも、あ、まあでもそっか、僕メインの中見てないから、いや多分夏目先生が通った後に多分僕が通ってるんですね。僕もエレクトリカルからメインに上がってるんで、でその後エンジン方向に行ってますが、まあ一応夏目先生より僕の方が後ろにはいます、エレクトリカル登った人物として。自身点なんですけど、割とアルマさんとピカさんが数秒ぐらい割と近いタイミングで登った気がしますね。まあわかる。あ、マジで最後アーカイブ、そもそもピカさんが上に登ったのすら初耳なんで、普通に昨夜さんってか僕地点だと夏目先生の次に昨夜さんがそこを通ってるから昨夜さんの方が怪しいけど。そうですね。で昨夜さんがそうエレクトリカルに降りてきてるんで、メイン方向から。そうですね、降りて今もカモスまで来てますね。夏目先生がいなくなって、でその後僕がメインに上がるタイミングで昨夜さんが上から下に降りてきたってことです。で僕はエンジン方向に走って、あ、ちなみに質問ですが、メイン通ったら絶対気づく位置ですか？いや、気づかないと思いますね。入らないと。中入って、ちょびっと入ろうとしないときついと思います。はい、ありがとうございます。はい、この間さ、ダブルキル、あ、ごめん。ごめんなさい、この間ダブルキル無理って証明できる人いますか？いねえな。昨夜さんはどっち行ったんですか、メイン上がって。メイン上がってます。メインから下に降りて、電気室から診察。あ、なるほど。から貨物です。はい。ドツルさん、アドミン情報出ます？いや結構右寄りですよね。でも最終位置は全部言えます。でもうーん、あ、殺されるかもそれ。確かに。ボタン死ぬ気で押すんで。はい、やってる場合か。ありがとうございます。最終位置です。メインが3、シャワー1、貨物1、昇降機2、メイン1です。昇降機僕です。僕もいてました、昇降機。あ、ただ最終位置はあんまり関係ないかもな。ごめんなさい、昇降機自分もいたので、お、マジですか？昇降機2だった場合は、夏目トータスアルマの中に一人います。そう、さっきから聞きたかったけど、夏目先生最後アーカイブじゃない、アーカイブから昇降機か。あ、はい、アーカイブから停電だったので昇降機まで行ってるんですね。そう、俺そこの下におる。宿舎前から昇降機入ってますけど、宿舎前にはついてなかったですか？宿舎前は宿舎前から昇降機です。ついて、あ、ごめんなさい、僕一回離れたんですよ、はい、でまた戻って最終見てるって感じなので、あ、最終最後はどっちにしよう、僕は昇降機です。宿舎前から最後多分2だったと思いますけど、見落としてたらごめんなさい。はい、最終の前に自分もアドミンちょろっと見てるんですが、全体的に右に寄ってましたね、うん、左にいたのはドズーさんと自分だけでした。じゃあアルマさん、夏目先生ってもう直線で向かいましたよね、昇降機まで。はいはい、先端さんが昇降機まで左回りで行く時間って なくないって思ったんですけど、夏目先生の後ろにいるんだったら、いや別に間に合うと思うけど、体感めちゃめちゃ僕がエレクトリカルは上がったのってだいぶ前なので、ああ10秒以上前だと思いますよ、僕がエレクトリカルは上がったの。扉閉まってました？閉まってない、宿舎前は閉まってないです。メインの左側は閉まってました。本当のコンサスさんと夏目さんってお互い死にしてるんですか？してないです。してない、してないんで、アーカイブって言ってたのが、はい、さっきの容疑者位置からアルマ
かなとは思う。トータスさんの位置を洗ってからになっちゃうけど。え、これこんな票集まるのか。普通に昨夜さんキルが一番濃厚だと思うけど、状況的に。メインホールの、うん、あれマスケンだったら昨夜さんとドズルさんが濃い。やべ、浅いムーブしてるわ今日。脳死してる。これはキッチン脇の時やればいいのに。汗。まあいいや、直せるし。え？はい。お。酒屋さん見ました。と自分で、はい。トータスさんが食べてる現場を目撃です。イキルですよね。イキルです、はい。ドズルさんも死んでます。これはトータスさんかと、確定で、センターさんかアルマさんですね。もう僕はあの夏目先生視点白ですよ。メインのキルだけですよね。それってピカクロスさんのキルだけなので、そうは3キロ入ってるんで、別に1キロどっかで別の場所にしてる線も全然終えると思うので、2キロしてるかもしれないし。ドズルさんの話にちょっと戻したいんですが、アーカイブで昨夜さんとドズルさん一緒でした？はい、アーカイブで、ごめんなさい、もっと言いたいんですけど、ちょっと喋らせてほしいんですけど、はい、昇降機が、2だったのって結局トータスさんがインポスターなので嘘だったってことなので、僕と夏目先生になるんですよ、昇降機にっていうのが。そのドズルさんがさっき言ってたアドミン情報が、まあなので僕がそこまでたどり着けているっていうのも真になります。トータさんが嘘ついてることになるんでっていう白証明しかできないです僕は。あ、ドズルさんはアーカイブ確認しました。そういえばいました、いました。あ、ありがとうございます。アルマさん今再生中どこになります？僕今ミーティングの前、あ、ミーティング上がろうとしたところです、宿舎前。センタンさんは僕コミュニ直しました。はい、ドズルさんが多分アーカイブから昇降機右から左に流れてるはずなんで、やっぱりアルマさん濃いんじゃないかなと思います。はい、なるほど。ヌーン右にありますよ多分今。ヌーン左にいなかったと思うんで。今日トタさん釣りますよね。はい、4人なんで、嘘やろ、4人なんで、あれが2キルが余裕で発生してしまうんですよね。はい。でボタン残ってますか？ちはや残ってるはずです。僕残ってないです。僕残ってないです。アルマ残ってます。僕右側、直すんで。爆弾埋め込んだんで。酒屋さん左側直してください。ボタン押したんですよ。押したらみんな破裂して死んでいきました。僕右沸きます。左沸きます。僕はあとボタン押すだけで大丈夫です。よろしくね。内部です。左側にありましたね、リフト。ごめんなさい、僕の見間違いでしたね。勝負ですね。まあ初手切る、あ、でもまあドズルさんの話とかになっちゃうと僕は不利なのか。初手切るって正直言って3キロ入ってるんで、ピカさんのキルが先端差が無理ってだけであって、別にキル自体はどっちもできる位置だと思ってます。で、チャヤさんと酒屋さんもトータさんを釣って終わらなかった時点でもう位置釣れてるんで、ここ2人は絶対無理なんで、も僕とセンターさん殴り合いです。で、まあ僕が出せるのは昇降機2がトータさんがインポスターだったので、僕と夏目先生が死んで本当にメインからエンジン方向にすぐ抜けているっていう情報が正になったくらいしか出せないですね。だからピカさんだけの話をすればよくて、ピカクロスさんの歯に誰だと思いますか？お二人は。アルマさんかなと思ってます。
僕が無理だったって話じゃないですか。アルマさんからも今昨日一個前の会議で僕がピカさんのキルが無理なだけって話だったじゃないですか。でその周辺にいたのが作家さんと夏目先生と僕なんですよ。で夏目先生は僕の後ろにいてピカクロスさんのキル無理って話じゃないですか。作家さんと千早さんは一緒に発見してるんで無理じゃないですか。なんでアルマさんしかないんですか、メインさんが、名乗り出ておらず、昇降機にが、トーターさんが嘘をついていたので、トーターさんは普通にメインに残ってる可能性でトーターさんがキルしているのを追ってます僕は。それだと、誰かに目撃されてるはず、作家さんか僕か夏目先生に目撃されてるはず。なぜならばピカクロスさんとアルマさんと夏目先生が電気室から行ってるっていう情報、直近の情報があるので、トータスさんがその目をかいくぐることはかなり難しいと思います。普通に停電中だったし、暗室の中でずっと待機してるっていうのはあると思いますよ。よし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 よあと二人来ると思わんかったよな。トータスさんの発見二人出てきたからでかかったですね。あ、そうですね、うん、あ、ここ悔しかったな。僕はね、最後に、ね、暗室にいたんじゃないですかって言ったら、なぜなら僕が暗室にずっといた。あれ怖かった。めっちゃいいキルやったな、うまかったな。あれいい切り返しだったんですけどね、アルマさんね、うん、いい切り返しで私のことを追っかけてきてキルしたから、最後泣くのも良かったしね。めちゃくちゃ白かったもん、うん、もうやっぱ泣くね、そうね、そうねえねえ、一つ思ったんですけど、アルマのさ、うん、シャワーのさところで殺してた、届かないところって言ってたじゃないですか、千早さんが死体最初の容疑、はい、あれってアルマさんが千早さんが言う前に、いや届かないところですってあれ言いかけたのって失言、そんなこと言ってましたっけ、うん、言ってたんだ、気づかなかったです、それ。そう、届かないレポート光らないと思いますみたいなこと千早さんが言ってましたよ。あ、じゃあ、うん、千早さんが言って、千早さんが言う前に言って、千早さんがシャワーって言い切ったから、それは光んないでしょ、メイン通っただけだ、うん、あの女性のところって表現をしてて、実際はワイヤーのところだったんですけど、そうそう、奥の方だ、あの女性のところって多分証言が出ると光んないところっていうのは言ってもおかしくない。シャワーのところだったら光んないです、絶対メイン通るだけだったら、うん、いやいやー、うまかったなー。チャーさんのボタンがなけりゃワンチャンあったんですけどね。確かに。いや、最悪のところで見つかったんよ、俺。2人に。そうだ、走り去ってた。いや、でも結構僕ら積んでたんで、4人盤面で2キルくらいしかもう勝ち筋なさそうでしたけどね。打ち合わせしといてよかったですね。あの打ち合わせめっちゃ強いね、うん、あのもう右行くんで左行くんでボタン押してくださいみたいな。センターさんがアーカイブの左側を開けてるのを見てこいつって思ったね。いやー、最後なんとか邪魔しようと思ったけど無理やったわ。適当なこと言うたろうと思った。いい楽しかったですね。